自分も今まで負けてね、俺に。うわぁ、じゃあ攻めらんねえか。攻めるわけ出てたろ。次に3かけて、何を攻めるんじゃ。お前も大きい態度当たるな。燃えてる。燃えてない。はい、おしゃれでございます。SKJ ビレッジのセットと、サイワソップ、シグです。はい、今日の客は、ゲームに負けたら、3000キロカロリー大食いです。まあ、3位、2位、1位を決めていくんですけど、まあ、3位は3000、2位は2000、まあ、1位は、好き食い。自分の好きなものだけ。まあ、じゃあ、ゲームをまず紹介するんですけども、今回やってるゲームが、はじめ社長が、はじめ社長知ってますよ。はい、あの企画監修したとなっています。ほう、神流し島、ああ話題になってますね、はい、なんかというゲームでございます。はい、はい、神が追っかけて人が今逃げたりするようなゲームなんですけども、はいはいはい、第1位の人はもう神の権限与えられます。スキ食いプラス、スキトレードができます。おお、かスキトレあり、スキ食いする上にスキトレあります。でこのゲームを企画監修したはじめ社長から、はい、なんか我々にプレゼントが届いてます。なに、あ、絡みありますよ、はじめ。ウームから来ました。はじめ社長ってことは相当なものが来たってこと。で、現金2000万かな。何が入ってんすか。え、重さはどうですか。重さは非常に軽いです。なんだよそれ。はじめ社長なのに軽い。いや、クレカが1枚ポンって入ってる。うわ、かっけえ。おお、なんか、なにこれ。神の結界みたいな。なんで書いたの。って書いてあります。これ何か。参戦何かに俺ら。さあ。うわ。あ、じゃあ神がこれをもらうでいいんじゃない。おお、じゃあ追加で神、今日1位取った人。このいくらかわからない。こいつをいただきます。おお。霧の草原、結界を解除し島から脱出せよ。はい、今回大学さん、じゃあこの4人で、はい、結界で閉ざされた島から、はあ、脱出してください。上に書いてある赤い点の数が今この島に存在する結界の数、それを解除していってください。解除、それを神は邪魔していきます。いろんな動物に脅威したりして襲ってきます、神は。あ、でこれさっき順位決めるって言ったけど、うん、あの脱出できた人数で決めます。その自分がどれだけそのチームをキャリーできたか。おお、まあ全員連れて帰りますよね。4人連れて帰ってね。普通にホラーゲームだな。やっぱやられてる味方が。あ、じゃあ、あ、それだ。神はおそらく撃て。あ、やったよ神。神やった。ナイス。移動。神は近くにはいるっていうことだ。そしたら、そうか、動物はやられても神はそこから抜け出して、神は抜け出してすぐにいるから。やばい、俺やられちゃう。スキルはダッシュしろ。あー、やられちゃった。いけない。自力で？あ、なんか助けに来てくれてる。ナイス。ナイス、味方ナイス。これ、頼る。やった、ありがとう。すぐ逃げろ、すぐ逃げろ。ありがとうございます。で、この島にもともとオリジナルの動物いるんですよ。狼とかイノシシとか、うん。そういう動物は神と視野を共有してるから、そういう動物に見られたら神にもそこにいるっていう情報が行くんですよ。なるほど。そんな島に。やばい、二人もやられちゃって、やばくない。やばい、俺ともう一人。お前はでけえイノシシ。どうしよう、二人もやられちゃったんだけど。あ、でけえイノシシに見られたら位置バレちゃうからね。あ、そっか。まああと三つある。野田、早くしてくれ。あ、やばい、秘宝出た。その秘宝を取れば、うん、結界全部なくなります。でも秘宝が出現する条件が残り1人になることだから、生存者が。なるほど。じゃあもう再活だけでも出るって判断もできる。でも秘宝取った後に味方を助けて一緒に出ても OK。 そうだね。かんごじゃ1人でもクリアするわ。もしかしたら記録1になります。いや、でもしょうがねえ、これは。それが秘宝なんだ。うん。さあ、仕掛けてってことはもう出れると。で、神は結界解除されたり、うん、あの試合時間経っていくと権限体っていう、うん、すごい最強の姿になります。超でかいです。めっちゃ強いものになるから。うわ、サイワス味方を捨てるのか。味方を捨てて俺はゴールする。お前ら、じゃあな。俺最低。
じゃあなじゃねえんだよ。まあでも脱出はない。脱出成功、味方3人死ぬ、死ぬことになります。まあでもそうか、2人死んだら3人目死んで秘宝っていう手もあるのか。じゃあでもさすがにこれ助けらんないっすよ。まあそうか、とりあえず俺に勝てばいいだけと思えばだいぶプレイの指針を。いや俺は2人生き返らせればいいとか思ってない全然。え、普段やったらじゃあゴールしない。あ、俺は4人で絶対ゴールしない。おぉはっけごめん、ゴールしない。あ、でももう弾ないね。もう弾ない。イノシシいるのは結界解除したいけど、いけない。オオカミもいるよ。やべえやべえ、1人やられちゃってる。1番もあるわ。なんかカラスとかに逃げられてんのかな。一回じゃあ、おっ、やばい。神だ、逃げろ、スキル使ったよ。毒巻き、これ。あ、それ、今解除装置あった。すげえ。お、どうだろう。あ、味方が倒れてる、1人。1人は最初から倒れてるけど。やばいやばい。おお、神だ。あー、目の前解除ダメよ。いや俺まあ何もしてないのに。俺がでももう一人やられそう。 S の、あ、やられた。秘宝が出たわ。秘宝が出た。一人でそいつが自分だけ逃げるかどうかだ。だから S さん、あれじゃん、出口の近くにいとけば水泳起こしてくれて。確かに。あ、終わった。これ終わった。終了だ。早っ、もうしんがりやん。神が強かったんだよ、邪魔者が。俺3000キロカロリー確定これ。いやまあ進化が4分の0。いや俺4分の0かもしれないから。4分の0で会ってくれ、頼む。まだなんか書いてある。うわっ、あるやんこれ。おいおい、あなたを神に呪われたこと、神流し島に招待します。この島にある謎を解き明かし、少女たちを助けてあげてください。どうかお願いします、はじめ所長。いや、これ、これを読めー！お前。金だけを汚した人みたいになってるよ。なんめちゃめちゃ入ってたわ。ここに、あの、開け方です。招待前入りよ、これ。自分侵入。自分侵入。いいなぁ。S、これ一応見てきて、見てみてくんだろ、これ。まあさすがにそうだよね。デザインゲームができたらと思っていますので、ぜひ遊んでみてください。はいはい、寂しいと思います。楽しくなかったらごめんなさい。あ、これ何、楽しんでいってください。あと最後にもう一つ封筒みたいなのが、はい、思うんですけれども、それだけは絶対に開けないでください。やばい、順序間違ってる俺ら。順序問題。それで、いや開けちゃダメなんだ、怖えって言って開けたら金で嬉しいってやつなんだ本当は。あ、なるほどね。終わってるわ俺ら。オッケー、じゃあ今回は俺はこの、うん、今別府ホームラちゃん使います。おお、いいですね。この子はどうやらあの結界の解除が早いみたい。器用なんだ。そう、なんかキャラごとに職業がなんかあったりするから。なるほど、得意なことが、ね、特徴が違うんですよ。俺まずあの端っこのやつから解除してみます。なるほど、チームのために端っこ解除するんですね。素手じゃなくて救急キットに常にしとくわ。あー、すぐね。で、この壁を俺は利用して逃げるのを後で覚えて、ここにこのエリアが壁、壁。あ、なになに、神って言うんですよ。あ、でもそれを逃げばうまい。うらです。回復も使える。まだか。進化がやってる間にみんなが解除してると思うと、このプレイは結構いいんじゃないか。おいで、あ、やばい。あと1回食らったらやばいか。いや、でも、ま、どっかで、ま、ジャンプ。どっかで負けば。あああ、やられた、神に1人。秘宝出た。やばい、秘宝出た。秘宝逃げ、成功なるか。秘宝逃げた、俺は S に勝つ。いやいや、君生き返ったなら4名出しなかった。あ、行方不明者が脱出成功しました。オンナイス。4分の1。違法逃げ達成、進化チーム。え、ちょっと一撃するために俺のサイで神側でやるか、ちょっと。あ、オッケーオッケー。いや、これ神視点だとやっぱウキウキするな。神は視点がすごい上からで移動早いから。用意しよう。用意した。ドンキ用意して。あ、間違えた。なんかスキル使っちゃった。
さん、もう一回用意して。近くにいますね。こいつは二人攻撃して。うまい、うまい。どうした？どうしたと思う。そいつに翻弄されてたら解除されちゃうんだろう。あ、でもまだ一個もやられてないのか。あ、二人倒せた。二人倒した。おお。え、めっちゃ。さあ、この時間が。まあ、でもまだ一個しか解除できてないよ相手。お前ずるい、こんなとこに隠れて。よく見あ、やった、秘宝出た、あと一人。おお、秘宝のとこに立ってよ。え、でも秘宝もそら回復しにいっちゃうよあいつ。あと何人だ。あ、でかい、真珠いた、真珠、さあ真珠、あいつの列で超でかいイノシシみたいなやつ、これ。おお、でかい。これ強いらしいんですよ、真珠。強そうだね、秘宝の人たち。憑依解除しちゃった。弱い方に乗ります。では4人生きてる。やばい。ちょっと気泡は守れてる。俺気泡は取られてないんじゃない。また回復しやがってこのオタクな人間。神だ。あと1人だ、おめえだけだ。もう逃がさない。いやー、弱いの。あ、おやった、オールキル。やった、全員オールキル。新たな対象攻撃。どこにいるの？うん、どんどんする。逃げないで。でもそいつにはバレる。俺は君だよ。俺は君だよ。ジョキ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 。ああ。オオカミ耐久力はないからな、確かに。逃げない。やばい、こいつ足を遅いの出してきた。全部うまくやられてます。こしゃくな。え、じゃあそいつらやればもう終わりじゃね。シャンプーサードのこしゃく。よーし、やった。やったのか。あと一人。あ、だ俺この貼っとけばいいのか、この一箇所のところに。最悪な話。あ、飛行守んなきゃか。うわ、これ二箇所守んなきゃいけないの。バランスいいね、ゲームとして。いや、どうしよう、これマジで。あ、ダイナマイト一色が回復した。あ、やばい、じゃあやりに行かなきゃ。あと真珠もスキルあったよ、なんか。おめえバカ野郎、おめえ何やってんの。足音だ。どんどん遅くなるんだ。あ、秘宝取りちゃダメだ、あいつ秘宝取らせない。攻撃。おお、やった。秘宝手にした。でも、あ、でも全部開いたかも。剣剣。ああ。でも三人が逃げてるのか、それ。あ、やばい、脱出される。あ、ベーベー。ああ。三人逃げられた。三人逃げられたの？剣剣したのに？サイガーさん1位おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しいです、これは。で、僕が2位で、S が3位です。俺3位か。3000キロカロリー。3000！それ権限しないと無理だな。このゲーム、さっきも言ったんですけど、いろんな職業のキャラクターがいるんですよ。うん、で、このキャラクターたちは、おのおのトラウマを抱えていて、なるほど。それはこのストーリーをどんどんプレイしていくと、ちょっとずつ解明されていきます。なるほど。そういうストーリー性も楽しめます。うん、なんで、しかも、で、この神流し島、はい、週刊少年マガジン、そのアプリ、マガポケ、うん、で、6月7日から連載が始まってます。漫画になってんの？漫画の連載が始まってます。ええー、すご。マガジン、毎月買ってんのよ。うん。いました。ありました。1話ありました。えぐい。普通に面白そうな感じで、楽しみ。おー、ストーリー繋がりのあるかもね。なるほどね。じゃあ買ってきたんで、スキグイさんからお願いします。イモシマジそば。あとは、まあ、持って帰ってもいいんですけど、まあ、交換用の駄菓子を買ってきました。やはりね、まあ、これあげるから代わりに食うよっていうのやってあげようかなという。麺、はい、魚、生ハム、デザート、かなり好き食いです、こちら。まあ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 、生ハムこれ73キロカロリーなんで、まあ、いらないとなっているんですけども。まあ、好き食いさせていただいたんで、いいじゃないですか。じゃあ僕3000キロカロリーなんで、はい、一平ちゃんの大盛り。それこれいくつ？これ800です。あ、これビビったわ。なんかベビースターだから62グラムしかないのに、これ314
キロカロリーです。まずデザートが5個と甘い飲み物とじゃがりこです。これで3000。いただきます。ゴッドオブマゼそば。いただきます。あもう結構お腹いっぱいだわもう。S は1個これ俺もらうわ。だから1個なんで好きだと思って。もちろんこれでも。まあ、じゃあまあこれももらう。これも一旦もらう。はじめ社長からプレゼントをいただいちゃいました。じゃあいくら予想が一番近かった人には無償トレードを申し受けます。僕が。せーの、5万5000円。5000円です。S 土壇場でピタリ賞が出ます。5000以上はいやらしいしちょっと。3000とかだったらなんかしょぼってなるし。5000しかないです。いやらしくあれ。15000。作っていただけるんですか1個。うん。マジですか。第一希望はこれです。一応今終わったのこれ。まあそうっすよね。で僕も2つ買って2つとも食わせるのはちょっとあれかなとは思うんですけど、まあ一旦第一希望で提出していい。帰り見てから考えるわ。いや神の第一希望はこちらです。でもちなみに一つ気をつけなきゃいけないのは、はい、激鱗に触れるとこれきます。その神のどこまで踏み込むかはあるんで。これ激鱗。じゃあ神これです。第一希望の。ありがとう。またこれでもうイーブンなんで。イーブンっていう意味は神のイーブンでいいです。ここからこれはもうここまででイーブンですね。リアルには思いてないか。2000もダメですよね。2000円いかないと。2000いかないっていうのはさすがにもう激鱗ですよ。激鱗で2000いけない上に渡さない。いやちょっとごめんなさい、今激鱗なんで。うん、激鱗なおでしょ。これ激鱗です。これぐらいの激鱗ならいいや。神、味のセンスはねえすまじで。唯一買わない味です。それは申し訳ない。これは神としてのあれが、チーズ味、進化にあげるもんじゃなかったな。俺はこれが一番好きなんですよ。うわでも激鱗ですこれ。神の杖。人輪にこれなら別にいい。これ先に言っとくけど、これは多分 S が行かないとダメですよ。これは行かないわ。行かないわ。行かないわ。じゃあ焼きそばして、これ俺が2位行くのはおかしいだろ。はけたいスミレ。何ではけれるんですかスミレ。探しをどうすか。いやごめん、ずっとスミレ吐くわ。じゃあサバは俺が食います。え？俺が食います。その代わりこれを君たち2人で半分こしなさい。おー、そしたら S ももういけんじゃない。まあまあまあこんな感じっすね、こんな感じっすね。どっちサイドか選んでください。これ厳密っす。やべえ全然。あ、じゃあ俺左サイド行きます。こっち左サイド。 OK いいっすか。はい、ここがね勝ってるでしょ。喧嘩したら悪そうな方にこれです。激鱗です、これは。うわ、その激鱗はもうマジでもらえねえわ。生ハムもあって、俺は生ハムとこれ、こなしてもいいっすよ。まあでも、8枚あるんですよね。4枚もらいます。ハムが言ってみるもんだな。よし、何なんで交換する。4枚、ハム4で。よしよし、成立ね、これ交渉後が決裂してそうな時は半分こずつなんでね。これは神は揉め事が嫌いです。まあ、あのね、チーズはやっぱ無理だわ。重い、重くないじゃなくて、お前なんか重くばっか言うんですけど。じゃあ、進化の分のチーズケーキは僕が食います。しょうがない、食えないんだったら。で、君得したな、じゃあ純粋に。生ハムを俺に処理してもらえて。S、純粋の得分あげていいよ、これ。あ、ありがとうございます。じゃあ、まあ、得した分だけは言っていいですか。それ交渉決裂したら、あれになるからね。次行きました。自分もわきまえて負けてね、俺に。うわぁ、じゃあ攻めらんねえか。攻めるわけ出てたろ。実に3かけで何を攻めるんじゃ。お前も大きいタイプだったろな。揉めてる。揉めてない。チーズケーキ3個も含めてだよ。移動したんでさっき。だ、そうです。含めて俺だ。お前立てるな、柱を。まあ、そもそも半分じゃなかったしね。10円で売ってるよ、その量、普通に。でも君が混ぜたんだもん、境界線を。俺も正確には戻せてません。もうダメです、もう。これは激鱗です、もう。揉めるなってあんなに言ったのに。
先に言ったよね。こんなに気をつけても揉めてます。これ君が半分に割ってそれで俺が選ぶわ。また文句言われたくない、ね、これラストなんで揉めたら半分くらいでヤングドーナツそんなに美味しくないけど、じゃあもう一回揉めるから。ただの塩結び必須。バカにすんな大地を。一番うまくないのは今年食ったものだよこれ。俺 S はもういくつ食ったことになるのだって。 S は2袋をスミレ買ってきて半袋しか食ってません。マジかよ。激人かもこれ。進化大丈夫か。これとあとアップマンです。アップマンゴー全部食わないっしょ多分今日。いや俺見えてきました。全部食う、いけるわ。え、全部食う、全部食う。おお。ごまかすのかと思った。いけるわ。いけるわ。うわあ、あれ。まあ、何いや、何あった？あ、いや、いや、いや、そんな別に食えないから残してない、残してるわけじゃないから。もちろんそうっすよね。もちろんそうっすよ。あ、よかった。喧嘩じゃない？あ、これ喧嘩じゃないです。喧嘩じゃないです。よかった、よかった。すごい怒鳴られただけです。喧嘩じゃん、それは。普通に食う、普通にうまいよ。あ、じゃあ1個もらいます。あ、そういう感じじゃないです。え、これ本当に、あ、ありがとう、ありがとう。普通にうまくて。あ、不安いいっす、マジで。そうじゃなくて。あ、じゃあ1個もらいます。それは。うん。ステーキナイス。完食。素晴らしい。2000、3000。いや、君、味方がうまく逃げただけだから、ね、俺らはどっちも即死しただけだから。マジ運良かったっすよ。神に見放されなかった君は。ゲームでその運ですから大事なのは。それを引けるか引けないかっていうのはプレイヤーの質だからね。うわぁ。いや、まあ質悪いんで僕。なんか質とか言われちゃった。一番言われたくないかも。質とか。じゃあ、髪流し島、面白いんで皆さんもぜひやってみてください。はい。ありがとうございました。